直径4m55cm の丸い土俵から6メーター四方のリングに戦いの場を移したのは今から9年前、1991年、馬場率いる全日本プロレスの門を叩きました。そしてその翌年デビュー、そのパートナーがラッシャー木村とジャイアント馬場でした。ジャイアント馬場一周忌追悼興行、馬場への恩返し。ちょうど1年前、全日本プロレス最大の悲劇の日、川田の右腕にはギプスが巻かれていました。その右手尺骨骨折からの復帰は 99.5 東京ドームジャイアント馬場引退記念興行。そして昨年8月、両目ブローアウト骨折による眼球障害で長期戦線離脱、 1.17 大阪で復活を果たし、今日はジャイアント馬場一周忌追悼興行、間に合った。馬場が見守る思い出の後楽園ホール、馬場さん心配かけました。川田が心のふるさとに戻ってきた。本日のセミファイナルシングルマッチ45分1本勝負を行います。青コーナー270ポンド、泉谷純。デビュー戦は馬場とのタッグでした。泉谷純。赤コーナー250ポンド、川田俊明。馬場さん僕を見てください。川田俊明、ジャイアント馬場一周忌追悼興行、川田俊明対泉田純です。放送の解説は竹内康介さんです。竹内さん、はい、川田俊明 1.31 間に合いました。帰ってきてくれましたね。皮肉にもこの川田俊明、右手尺骨骨折からの復帰はあの5点にジャイアント馬場引退記念興行でした。ラリアット、まず泉田が先制、左のラリアットを見せました。そして今日はジャイアント馬場一周忌追悼興行であります。今日の後楽園ホールには向こう正面ジャイアント馬場の遺影が飾られております。その中での戦い、天国に届け。ペットバッタでお返しは泉田です。逆水平を放つ川田、ペットバットの3連発、膝を落とします川田、こらえております。さあそして竹内さん、はい、まあ、1.17 で川田俊明復活したんですが、この川田にとっては今日の 1.31 という意識前からあったでしょうね。まあ、最初にですね、ここでカムバックしたいというのが川田の目標でしたからね。さあ川田がエプロンサイドから放送席前リングの下であります。ようやく足を崩しました。泉田が来た、ショルダー、鉄柵に腰が打ち当たりました。泉田が追ってきます。川田を鉄柵に、そして走った、スピードに乗った、二段蹴り、顎に命中しました。そして竹内さん、はい、1.17 からのこの大阪大会からの川田のこの調子などを見てですね、はい、川田の調子というのはどうなんでしょうか。まあ大阪大会では小橋に敗れ、そして最後の横浜の最終戦ではですね、はい、大森からまさかのピンホール負け、はい、確かにですね、星は結びついていませんけどね、体と気迫、これはやっぱり徐々に戻しつつありますからね、そういう面ではやっぱりまさにそうですね、春のチャンピオンカーニバルあたりにはですね、川田の本当の復活が見られるんじゃないですかね。なるほど。そしてこの川田ゆっくりしていられませんね。2000エキサイトシリーズ 2.17 札幌大会でベイダーとの待望のシングルが決まりましたね。いよいよ待ちに待ったベイダーとの最後のこのシングルですよね。さあその注目の川田であります。ニュートラルコーナー、キックを顔面に当てます。両目のブローアウト骨折による眼球障害から復活しました川田です。思えば 99.1.22 大阪大会三沢を破り第21代の三冠チャンピオンになりました。しかし右腕の尺骨骨折、ジャイアント馬場はその知らせを病床で聞きました。激しい試合だったがチャンピオンが怪我をしてしまってはと心配したそうです。馬場が見届けた最後の三冠王者、川田俊明であります。ヘッドを当てる泉田、キックでお返しは川田です。胸元にキック、ミドルキック、その右手尺骨骨折から100日ぶりの復帰はあの 5.2 東京ドームジャイアント馬場引退記念興行でした。そして昨年8月の両目ブローアウト骨折による眼球障害、これからの復活、そして今日のこの 1.31 ジャイアント馬場一周忌追悼興行に間に合いました。スピンキック、今のかかとでしょうかね。いい角度で入りましたね。ちょうどかかとですね。当初はこの川田物が二重に見えるということで大変心配されたんですが、今の当たりを見てましたらこれはおそらく心配というのはキャッとはまってましたよね。さあ距離を取った、ハイキック、二
ニュートラルコーナーに泉田が岸出し、崩れ落ちていきます泉田。こういう蹴りが的確に入るようになれば心配はないんですよね、あのスピードといい、そして川田独特のあのコンパスの角度、川田がこの思い出の東京コロケンホール、馬場が見守る中でのこの川田対泉田、ジャイアント馬場一周期追悼興行であります。45分の一本勝負、逆スイング、おそらく天国に届くでしょう。バックスイングから打ちました、ネットバット、キックを当てます、村本へのキック。竹内さん、はい、その 2.17 札幌大会なんですが、川田対ベイラーというのはここまで2度流れてるんですよね。そうなんですよね。ですからね、本当もう最後に残ったね、注目のシングル対決なわけですよね。ですよね。1度目はあの5大シングルでした、はい、そして 1.22 川田が宇佐を破ったんですが、尺骨骨折になりましたね、まあ、それだけにね、ファンもね、このカード本当に注目してただけにですね、まあ、川田にとってはまさに待ちに待った対決ですよね。そうですね。その 2.17 札幌、それを控えている川田、今日のこのジャイアント馬場が見守る、ジャイアント馬場一周期追悼興行、なんとしてもこの泉田を相手にいい試合をしたい、もちろん勝ち星を挙げたい、内容にもこだわってくるでしょう。低いキックを見せました。まあ、川田選手のとってですね、馬場選手への恩返し、はい、やっぱりまあカムバックが第一段階、はい、そしてやっぱり第二段階はやっぱ三冠チャンピオンに返り咲くことですよね。そうですね。ツーカウントで返した泉田です。ジャイアント馬場が見届けた最後の三冠王者、川田俊明です。現在三冠チャンピオンはベイダー、そのベイダーにノンタイトルではありますが 2.17 札幌大会でシングル戦が組まれています。かかと落とし、テーピングをしている泉田、去年の暮れから横隔膜を痛めているということで、今日のこの試合もテーピングをしております。早くも5分が経過しました。少しずつ立ち上がってくる泉田、しかし川田の蹴り今日冴えてますね。容赦ないですね。試合序盤からの串刺しキック、そしてスピンキック、かかと落とし、この川田の蹴りが冴えています。のコーナー、泉田はなんとかこのヘッドバットで攻撃の糸口を見つけていこうという攻めでありましょうか。バックスイングから逆水平、そしてミドキック、やはり川田の攻撃の起点はこの蹴りですね。蹴りですね。しかもやっぱ顔面を狙っての蹴りですよね。はい、どうでしょう、レスラーというのは怪我をした時におそらくその恐れというのを一瞬でも持つと思うんですが、はい、この復活してきた川田にとって恐れというのはもう記憶の彼方に遠ざかっているかもしれない、ね、リングに上がったらそれを吹っ切るしかないですからね。ニードロップさあ、そしてストレッチプラム、後楽園ホールの赤コーナー、王者のコーナーでストレッチプラム入りました。どうでしょうか、決まり方としては両の腕で絞っていきます。体勢を十分にした、ストレッチプラム、馬場が、その馬場の家が見守る中でストレッチプラム赤コーナー、東京後楽園ホール、ジャイアントの馬一周きついと興行、まだひねるか、まだひねった、ノープブレイクです。今特別な思いというのを感じてしまったんですが、感じますね、やっぱりね、今日のストレッチプラムね、やっぱり川田独特のなんかね、自分の気持ちの中の張りといいますかね、それやっぱりこもってますよね。それが今のひねりに出てましたね。出てましたね。さあ、痛めている胸のあたり、川田の容赦ない攻撃が続きます。 1.17 大阪大会で147日ぶり対小橋戦でカムバックを果たしました。そして 1.23 横浜では155日ぶりに田上とのタッグ復活がありました。張手を見舞っていきます。張り手、左右の張り手、ネスボット連発、目に響いているかもしれません。たまらずテイクダウンは川田です。汗びっしょになっています。ヘッドを落とす泉田、ロープに飛んで勢いをつけた、逆サイドからもヘッドを落としました。カバーします、立てません。川田、そして泉田が颯爽と青コーナーのセカンドロップからトップに立った。青コーナーのトップヘッドを落とす、川田よく見ていた、おっと、よく起きましたね。よく見ていたのは川田、そしてこの泉田もよく見ていました。
通過完歩です。そして泉田にとってもこの馬場さんが見ている馬場の家が飾られている中での試合ですからね。これはやっぱ不甲斐ない試合はできないですからね。この泉田デビュー戦のトップパートナーがラッシャー木村とジャイアント馬場でした。さあ赤コーナーです。かつて馬場が立っていた赤コーナー、そのトップに立ちました。やったー、今足で迎撃がありました。さあ赤馬の反撃、片指固め、そうだ、カウント2。この川田の怖さが攻め込まれている時の反撃の怖さですよね。さあこれですね、一瞬の切り返し、今度は攻めに転じた川田です。胸のキック連発。東京後楽園ホール、ジャイアント馬場一周忌追悼興行です。膝へのキック、太ももでしょうか。蹴りを連発させていく川田、ちょっとふらついてきた泉田です。ちょっとサンドバック状態になってますね。大きい距離を取った、ラリアット、川田のラリアット返しました。今のラリアットいかがですか。いい入り方をしたんですけどもね、なんとか泉田頑張りましたね。ふらついた中でも泉田が返していきました。2リフト、胸に響く3連発、ちょうど痛めてる箇所ですね。なおもカバー、片指固め、泉田も恥ずかしい試合はできません。先に立ち上がったのが川田です。10分が経過しました。おっと、まともにヒット、一方的な展開になりつつある。さあすかさず片指が止め、カウントスリー、円錐でしたね。川田俊明、ジャイアント馬場の家が飾られた東京後楽園ホール、見事な復活を東京のファンに、そして天国の馬場に報告しました。仕留めたという感じですね。ちょうど泉田が膝をついた状態の円錐だっただけですね、一番いい状態で入ってしまいましたよね。川田俊明 1.31 間に合いました。そして白星を挙げました。あれから1年経ちました。天国の馬場さんに届け、川田俊明円錐切り。10分と12秒、川田俊明がジャイアント馬場の家が飾られた東京後楽園ホール、見事な復活です。さあそして川田には待っている暇ありませんね。もう次のシリーズですね、もう目前に迫ってますからね。 2.17 札幌大会、北海道立総合体育センターのこけら落としですからね。レーダー戦なんとも負けられないところですよね。はい、ガッチリと握手しました泉田。そして川田です。次期シリーズ以降楽しみな川田俊明、ジャイアント馬場一周忌追悼興行、見事な白星を挙げました。